んにちは。今日は金曜日なのでコンビニの新商品を食べます。それではいただきます。まずはじめにローソン生マフィン with 食物繊維を食べます。取り出してみるとこんな感じです。半分に切るとこんな感じです。うわ、蜂蜜ソースがとろけて美味しそう。じゃあ割としっかりしたタイプの生地なのかな。では食べてみます。素朴というかシンプルというか、でも好き。まずね、生地はしっとりしていて、ふわふわって感じではないね。口に入れるとほろりと崩れます。でね、ホイップと蜂蜜ソースとくるみの相性が抜群。なんか生地質といい、素朴な風味といい、スイーツ食べてるけど健康になれそう。上のホイップクリームはふわっと口どけが軽くて、やや乳味感はあるんだけど、後味すっきり。蜂蜜ソースはとろっとしていて、甘くて蜂蜜の風味がいいですね。そこにくるみの香ばしさと食感がアクセントになって、食物繊維たっぷりだから、美味しさはどうなのかなと思ってたんだけど、普通に美味しい。次は真夏のマロンプリンを食べます。カップを開けるとこんな感じで、横から見るとこんな感じです。なんかね、ホイップの上に粉砂糖と塩が乗ってるみたいです。いや、口どけ滑らかだな。上のホイップクリームはミルキーでふんわり口どけ滑らかでね、プリンが栗をそのままペーストにしたような濃厚で甘いプリンというか、本当に滑らかなクリームみたいな感じ。めちゃくちゃしっかり甘いんだけど、塩気も感じるから、だからまあ真夏のマロンプリンって名前なのかな。塩気は感じるって言ったけど、圧倒的に甘いから、お真夏向けかなって感じはするけど、美味しい。次はもちもちベーグルサンド、かぼちゃクリームチーズとナッツを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。うわ、すっごいボリュームだよこれ。で、中ね、たっぷりのクリームチーズとかぼちゃが入ってます。生地がね、ふわっともしてて、あんまりベーグルっぽくないような。おいしい。これ好き。まずね、ベーグル生地なんだけど、本当にふんわりしっとりもちもちで、私がイメージするベーグルってギュッとしたもちもち感なんだけど、このベーグルはかなりふんわり。ベーグルっていうよりも、もちもちのパンに近い感じ。でも美味しいの。でね、かぼちゃサラダのかぼちゃが粗めに潰してあるから、程よい食感も楽しめるし、かぼちゃの甘さとマヨネーズの酸味が絶妙です。下のクリームチーズもたっぷり入ってて、ねっとり濃厚で酸味とまろやかさがあります。このふわもち生地ほんと美味しい。あ、でね、クラッシュアーモンドが入ってるんだけど、香ばしさと食感がかぼちゃサラダとクリームチーズとめちゃくちゃ相性いいです。次はセブンイレブンマンゴー杏仁大福を食べます。袋から取り出すとこんな感じです。半分に切るとこんな感じです。なんかさ、セブンイレブンフェアやってるわけじゃないんだけど、めっちゃマンゴーだった。うわ、すごい、この生地がね、とんでもなく柔らかいです。うわ、おいしい。めちゃくちゃマンゴーの味濃い。
まずね、お餅がほんのり甘くてめちゃくちゃ柔らかいです。もうね、手にくっついちゃいそうな柔らかさで、伸びもいいですね。でね、ホイップがふわっと柔らかく、口どけ滑らかで、ふわーんと杏仁の風味が広がります。そしてマンゴーソースは果肉入りで、マンゴーの味がとっても濃厚、そしてフルーティーです。次は滑らかマンゴープリンを食べます。上から見るとこんな感じで、横から見るとこんな感じです。いや、この見た目ね、濃厚ですって物語ってる。そしてね、マンゴー果肉がゴロゴロ乗ってるのもいいですね。おいしい。うわ、そしてフレッシュかつ濃厚な甘みと風味が押し寄せてくる。私ね、スイカに続いてマンゴーも大好き人間なんだけど、これはマンゴー好きさんもにっこり。まずね、マンゴーの果肉は柔らかく濃厚でとってもフルーティー。マンゴーソースはね、ねっとろんとしていて甘酸っぱくて濃厚です。マンゴープリンはね、やや固めなんだけど、口に入れると滑らかに溶けていって、ミルキーかつマンゴーの風味も楽しめます。いや、美味しい。このソースと果肉が最高すぎる。次はザクモチ食感マンゴークリーム塩を食べます。袋から取り出すとこんな感じです。半分に切るとこんな感じです。あ、ザクモチ食感ってこのクッキーシューの上にザラメ乗ってるやつだ。これは期待大だね。やばいぞ。今回のセブンのマンゴー全部美味しい。まずね、この生地が最高。めっちゃもっちりなの。もうこの噛み心地がたまらないもちもち感とザラメのガリガリ感。そしてクッキー生地の部分なんだけど、まあ、これね、このシリーズ何回も食べてるからわかるんだけど、結構個体差があるのね。だからザラメがね、溶けちゃってるパターンの時もあるし、ザラメもしっかり残ってて、なおかつクッキーシューがザクザクしてるパターンもあるので、これはね、ザクザクとしたタイプが当たればラッキーみたいな感じかな。で、中のクリームの味が最高すぎる。ポテフは滑らかに溶けていくクリームなんだけど、めちゃくちゃマンゴーの味強いの。マンゴー特有の酸味と甘み。そしてね、中になんかクラッシュされたゼリーみたいのも入ってるんだけど、もうこの生地とね、一緒に食べちゃうと、ゼリーの食感は今この肉眼で確認できたから言ったけど、食べてる時はわかんないかな。このマンゴーの爽やかな酸味がたまらない。最後もっちりマンゴーわらびを食べます。カップを取り外すとこんな感じです。おー、すごいたっぷり入ってるね。このソースと果肉はマンゴープリンの時と同じものかな。そりゃ美味しいよ。ほんとね、このソースと果肉がめちゃくちゃ濃厚なんだよ。甘酸っぱさもあってフルーティーで、マンゴーの味凝縮しました。そんな感じ。わらび餅はプリンの味とちょっと似てるんだけど、ミルキーかつマンゴーの風味するけど、ミルキーな感じが結構強いかな。いや、マンゴーの風味もするけど、やっぱミルキーっぽさも。でね、もっちりとした弾力が楽しめますね。
まあ、もっちもちで、だけどごっくんと喉越しが良くて、めちゃくちゃマンゴーで美味しい。ごちそうさまでした。セブンイレブンとローソンの商品美味しかったです。今週はね、まあ、反応見てればわかると思うんだけど、セブンイレブン、もうセブンイレブンのマンゴー優勝。ローソンのね、生マフィンは、生地のね、この口当たりとかは若干好みが分かれるかもしれない。あて、おすすめは、ザクモチ食感マンゴークリームシューと滑らかマンゴープリン。個人的に、マンゴー杏仁大福も大好きだった。皆様もぜひ気になる商品からお試しください。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。さよなら。今日はマリちゃんと裏飯田商店しょっぱい豚骨醤油食べます。おわ、豚、ニンニク。好き。なんかさ、しょっぱいって書いちゃうぐらいだから、めちゃくちゃもうビャーンってくるしょっぱさなのかなと思ったのね。もちろんしょっぱいんだけど、豚の旨味がすごい強いね。この背脂のね、甘みもあるし、なんだろ、ニンニクもすごい効いてるんだけど、思ってたよりはって感じかな。ジロインスパイア系って言っちゃったら、ちょっと弱い感じがするね。ただそういうの何も考えないで、裏飯田商店のしょっぱい豚骨醤油ってだけ考えたらめちゃくちゃ美味しい。麺もやっぱね、それを意識してるのか、太麺の平打ちなんだよね。このね、見た目はそっち系なんだけど、食べてみるとゴワゴワワシワシした感じはしないね。でもこの何系とか考えなかったら、しょっぱいし豚骨感あふれかえってるし、ニンニクの風味もいいしね、これと一緒に白米食べたいね。味は圧倒的に美味しい。